雨が降ったら寿司半額で有名な、京都円町の仲良しさん、またまたランチの海鮮丼行ってまいりました。ここの海鮮丼ものすごい強力なんですけれども、もうこれです、これもうウニ乗っていくら乗って、まだ味噌汁になんか一品もついて1000円でございます。これウニ、これ握りで頼むだけで500、600円しそうなウニの量ですが、ウニが安い時は乗ってるとおっしゃってたんですが、その他の時は、マグロの、が乗っております。まあ、中トロだったりなんかそんな感じだったと思うんですが、今のところちょっとウニ率が高いです。で、味噌汁と、粉、漬物や、卵もついております。これだけど東京の築地とかで食べたら絶対3000円超える、もうすごいクオリティだと思うんですよね。ちなみに雨の日でもランチは 半額にならないので、これ雨の日500円になったらもうそんなバカな話はないので、でこのウニで、あっさりした白身のタイに、ウニ乗せてみたり、サーモンの上に、いくら乗せて親子にしてみたり、本当にすごいクオリティなので、一度ですね、円町仲良しさんで、検索して一度行ってみられてはいかがでしょうか。ぜひおすすめです。それではまた明日です。ありがとうございます。